こんにちは、ロジラ TV です。今回ね、佐賀嵐山の方に来てるんですけども、久しぶりにおうどんをご紹介したいと思います。おうどん結構久しぶりですね。僕のめちゃくちゃ好きなお店で、相模さんっていうんですけど、たらいうどんというですね、多分京都ではかなり珍しいおうどんがいただけるんですよ。これがもうめちゃくちゃうまそうなんで、早速行きたいと思います。じゃあ早速行ってきます。はい、じゃあメニュー見ていきます。名物がたらいうどんで、温かいのと冷たいのどちらでも選べます。それ以外に三色たらいうどんに、天ぷらの天たらいうどんで、たらいの定食ですね。あと普通のうどんもありますし、エビ天丼とかご飯系もありますね。でそばもできます。まずこのね、宝のご飯、これがうまいです。これだけでご飯食べられるぐらい美味しい。うん、うまっ。おネギと生姜を入れて、まずは腰がね ないんですよ。腰なくてね、柔らかい、トゥルントゥルンで、舌触りもツルツルで、やわい麺なんですよね。でこのちょっと平べったい、このちょっときしめんっぽい感じも面白い。腰のあるおうどんも好きなんですけど、さぬき系のね、それでもなく、名古屋とかのきしめんとかでもない、ちょっと中間ぐらいなんかな。これつけ汁の色が結構濃いんですけど、あんま辛くないんですよ、これがね。つけ汁は結構ね、シャープでキリッとした旨味がありますね。甘っ。天ぷらもうまっ。衣薄系のサクサク系です。このライトな衣好きやわ。うん、サクサク。たらいうどんの冷たいバージョンは食べたことないんですけど、やっぱちょっと腰出るんでしょうね。まあ、それはそれで美味しそうやな。うまっ。京都もうどん屋さんたくさんありますけど、ここまで個性際立ってるお店はなかなかないと思いますね。この天ぷらつけるのが正解だから、つけ汁にこれかな。なあ、ナスうまっ。このサクッと薄い衣もめっちゃいいっすね。たらいうどん大盛りにしたかった。これ食えるわ全然。大盛りが正解ですね。福岡とかのやわめのおうどんとか好きな人とこれたまらんのちゃうかな。この平べったい感じで柔らかいの、斬新ですね。ちょっとこのつけ汁ね、お蕎麦のつけ汁っぽい味っすわ。鴨とか入っててもなんか違和感ないですね。鴨蕎麦みたいな。直飲みできるぐらいの味っすね、本当に。
濃すぎない、見た目ほど、まあ、濃いのは濃いんですけど見た目ほど濃すぎないですね。うまいわこれ。はい、ということで相模さんは酢でしたね。たらいうどんめっちゃうまいです。京都も美味しいうどん屋さんいっぱいありますけどね、このタイプはかなり珍しいと思います。 JR の佐賀嵐山駅とか渡月橋からちょっと離れてるんで観光の方来られてるんですけど、そんな混雑しないです。地元の人と観光の人今日の感じだったら半々ぐらいですかね。でこちらは皇室の方でね、秋篠宮様と紀子様一緒に来店されたりとかしたこともあるみたいなんで、まあ、由緒正しいね大台さんですね。美味しかったです。はい、いいお店でした。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。